はい、パート2ですね。今日はね、もう昼、夜は一応作ってありますけれども、これからパート2ということで、鳥の鳥をやっつけましょうかね。どこ行ったっけな。でっかい、これでいいのかな。もう一丁あるはずなんですけどね。ここだったっけな。オーブン料理になりますけど、味をこう逃がさないように何度も何度もこう加えていきますんでね。こっち側にでっけえ鍋があるんですけれども、ここか、ここですね。ここねえわ、ないぞ。これですね、これこれこれが我が家で一番でかい、鍋、熱い鍋っていうかな、鍋ですよね。でオーブンでやるときはまず、まず最初ちょっとだけこれの前にやんなきゃいけないな。ニンニクをブリーオイルでやってたら、ニンニクですね。ちょっとまずはこっちが先だね。よいしょ、ちょっと見えてる。昨日からね、鶏肉を解凍しておいて、本当に値段の安い割にうまい料理になりますね、これは。でお客さん来た時なんかは喜ばれちゃったりするね。セロリをね、ちょっと見つけたから、あ、これだなんて思ってすぐにやっちゃいましたね。まずニンニクをよくオリーブオイルで煮ます。これは大事で、大事というか僕は大抵やりますね。香味野菜にも入れてあったっけな。どうだったっけな。それで油がかなり出るんで、鶏のももってのは。だからニンニクだけ入れる感じですよね。そんなにがっつりやらなくてもいいんでね。これはこっちですね。それでこれが鶏のももですよね。ももちゃん、ももももちゃんですね。ももちゃん何入りになってるんですかね。ニンニクはね、十分こうやって熱かけとくと美味しくなりますよね。おいしい匂い、おいしいニンニクっていう歌があるじゃないですか。ねえよ、うまいニンニク、うまいニンニク、そんな歌もねえよ。フライパンはよくこれ油が乗りますからね。
もういいですかね。ね、そしたらマイミークさんをね、当然ね。で、焼き目を入れます。ここに包丁を入れるの忘れてましたね。まあいいね、勘弁勘弁ならねえかもな。しょうがねえか、やるか。勘弁ならんという結論に達しましたんで、ちょっとこれ白ワインの蒸し煮みたいな感じにしようかと思います。今日はね、うまくいくかな。まだやったことないんですね、これは。はい、勘弁ならん。鶏肉がこっち来ました。ここで勘弁ならん、勘弁ならんね、勘弁ならんが2回入りました。はい、ここで勘弁ならんが1回入りました。はい、勘弁ならんが1回入りました。ちょっと余分になりました。で、ここで白ワイン、白ワインがエントリーされました。ね、勘弁ならんが2回入りましたので、3回入りました。全部で3回ですね。全員が勘弁ならんの刑を受けたのです。で、このね、このいっぱい入ってる今朝からのね人たちが入ります。おいしいかね、おいしいかね、トリちゃん、あんたおいしくなるかね。おお、頑張ります。僕頑張っておいしくなります。そういう感じですよね、トリちゃん。で、こちら側でニンニクだけです。油もいいです。油はもうたっぷりじゃないんでね。で、これジュクジュクってなってきたところで、じゃあ乾麺の卵が入ります。まあ美味しくできるかね。で、温度は最高温度でオーブンは火つけておきますけれども、始まる時になったら低
次お願いします。はい、勘弁の欄が入ります。勘弁の欄、勘弁の欄なんてんだ俺。はい、勘弁の欄が入りましたね。野菜くんが入ってきました。で、こっち側にはまだ白ワインが入って、ドアに置いたら水を入れてやって、ボトルですね。本当に隠れやね、本当にみんな二度ばっかりやと思うんでね。見守りにしましょう。ちょっとね、あとは香味野菜の残りがいったことを思い出してきた。これも入れると勘弁にならんよね。ジャガイモ入ってんじゃないかもね。ちょっと弱火でね、こっちもちょっとだけ、なんか全然違った料理になってきたな。最初はオーブンで徹底してやるつもりだったもんね。え、一生懸命追加でじゃがいもを切り出してます。もう皮むいた方がいいような気するから、むいちゃう。むかなくてもうまいかもしれないね。そういう時は腹っぽくてずっとやる、優柔不断。ちょっと小さめの方がやっぱりね。
すごいね。最初に考えたのは、あの中華料理の鶏の薬膳みたいな感じを考えたんですよね。はい、じゃあ勘弁になりますように。どうかな、これから40分ぐらいだよね、僕から帰ってくるのでね。それまでにできなかったらどうしよう。それはそれでまたよしだよね。このままちょっと煮ようかな。それで最後にオーブンだね。そうするといいかもしれないね。鶏の足ってのは難しいんだよ、とにかく。冷凍で来てるから生がいっちゃうとね、うまくないし、かといってなんか煮込んでも煮込んだで、まあ、うまくないし、こうやってね。はい、今日は直子さんのとても大事な作り方で、これが実はハッピーバースデー、鶏のうま煮、うま煮照り焼き、うま煮照り焼き、うま煮照り焼き、味がね、どんなに入るか。こういう料理なんてんだろうね、なんかあるんだろうね、こんな料理の世の中には。すき焼き鍋ってのがいいね。すき焼き鍋で作りました。うちはすき焼き鍋あんますき焼きで使わないね。グラタン使ったりさ、なんか、あ、美味しいかもしれないね。うん、煮詰まるとちょうどいい食感味だ、これは。このまんま水がもうちょっと飛んだら入れちゃいましょうかね。チーズ乗せてもうまいね、これね、絶対ね。とろけるチーズ乗せてもうまいだろうね。これね、これでやるときはね、よくこうやって火つけておいてからオーブンに入れてやるんですよね。そうするとね、熱いまんま入るからオーブンの中の温度が下がらないんですよね。これは試験出ますよ。出ねえよ。共通一時出ますよ。今共通一時って言わねえんだよ。センター試験出ますよ。出ねえよ。はい、これでね、そのままガスッと煮ちゃいましょう。そうすると美味しくできると思います。まあ30分ぐらいしたら、つけてみてあげればいいかな。まあ20分だね。20分で見てあげて、どのぐらい消えてるか。最大温度でやります、最初はね。これがうまくいったら二人で逃げよう。どこへ。ああ、まだまだ吉本さんは帰ってきません。ねまゆちゃん、まゆー、なんかあれだよね、世の中を悟りきったような顔してます。はい、じゃあこれから1時間ぐらい、3、40分かな。で、出来上がります。美味しい料理です。バイビー。